インスタ好きの。あの番組、絶対音やばいじゃない。早速、あの時にトレンドになりつつある。インスタ。でもああいうのありがたいよな。始まりました。始まった？音を今入れてました。ぬるっと。ぬるっと。そんなぬるっと。ぬるっと入る。いや、いい。でもいいか。まあ、いい。どうもー、アルカンライブ1月号が始まりました。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあまず乾杯から。はい。まあ、飲んで。あ、今日は、ホワイトベルグ。はい。これ札幌のやつ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。画像が。画像？こっちだ。はい。すいません。これ、すごい爽やかでフルーティーな味がして、ビール嫌いな人でも飲みやすいと思うんで。でもあんまないか。関東のスーパーにはなかなかないかな。あるあるある。ある。うん、全然ある。あるある。見ないけど。チャガセバであるかも。あるある。飲みましょう。ビール嫌いな人でも。乾杯。お、なんか後ろから出てきた。うん。うまい、これ、ほんとに。おいしい。告知してない。じゃあ、初めてから告知しましょうか。うん、でも、5人ももう見てる。うん、逆だよね、普通に。告知して始めるよね。いや、 やっぱり姉さん見てる。音入った57秒前にツイートしてる。視聴者さんの告知をリツイートするっていう失礼じゃん。すごい。大変責任の、うん、あ、しかも姉さんのツイートで URL を知るっていう。どリツイートすれば。視聴者任せも甚だしい。今藤田くんが向かってるそうなので。お、待ってるよ。あ、でも飲み物ないよ。買ってきた、買ってきた。あ、本当ですか。よかった。うん。ということで。まずは新チーム、スタートしたということで。とりあえずあれ見る。なんか、一覧。はい、一覧。一覧を出してみます。そんなのが全部あったな。すごいな。何があるんだっけ、今日は。今日のお品書き。お品書き。今日は。まあ、三浦監督就任したってことと、今日やっぱり来ないのは痛いね。いやもうそう。ただ、昨日あったんですけど、話を聞いて、昨日いろいろ喋ったんですけど、あんまりよくわからん。まあ、まあ、そんなもんか。三浦さんあんまりよくわからんって言ってたんで。まあ、そうっすか。まあ、長野サポに聞きたいところだったけど、今日は残念ということ。残念。日にちを間違えてしまったため。こちらのミスだよね。で、あと今台湾キャンプやってるってのと、はい、台湾情報。あと、去年400試合見た人が。まあ、見たからって何だったんですけど。あとはグッズのアイデアを募集。31まで ?31 まで。あ、今月。っていうのと、あとは、なんだ？モバイル更新情報ボットを作ってる人がいて。へぇー。そんなんあるんですか？うん、フォローしました。早いね。早い。スピード早いね。そんなんあるんだ。へぇー。いや、あれ意外とね、モバイルがメールで来ないんですよね、だって。更新されても、ね、見に行くしかない。だからね、なるほど、結構ね、嬉しい。それに気づいて作れる能力がある人って羨ましいよね。すごい。すごい。最近は拙いですがどうぞが流れてこないから。あ、そうだ。ああ。ああ。あ、なくなった。あ、だからわかんない。私ツイートあったんだっけ。ここダイアリー更新しました。あ、そっか。なるほど。そうか、そんなのもあったんだ。あとは、小柳ルミ子。あの人ほんとすごい。うん、なんかラジオやってて、ね、そうっす。ラジオすごかったね。視聴回数っていうか、って言うと、栗原さんよりも全然見てる、私は年間2000試合でしょ。よっぽど見てます。1日10試合で見てる、うん、おかしい。同じ試合を、まあ、5回見てる。よっぽど見てる、うん、まあ、アルカン・アビカン宴会は後でいいか最後に、うん、という感じで、うん、はい、はい、じゃあまず三浦監督、順番通りなんですかね。別に何でもあ、でもそれ出した気になった話題を。あ、栗原さん、
400試合以上見たって、本当ですか？とか。審議のことだ。確かに。一応見たみたいです。現地とテレビ含めてってこと？含めです。一日一試合以上見てるってことですよね。そうみたいです。早送りせずに。早送りしてサッカーって分かります？分かんない。ですよね。でも無理なんですよ。それ嫌なんですよ。だから、まあ普通に。確かに、小柳さんも早送りはしないって言ってますもんね。でしょ？うん。そう。じゃないと分かんないもん。うん。そう。で、まあ、別に何試合見たら別に、そんなに大事なことじゃなくて。で、その、栗原さん、その栗原さんが、今季注目するみたいな。いや、それを、うん、振られたっていうか、いろいろなんか、一応、事前に、うん、あ、やったじゃないですか。で、そう思ったんですけど、昨日、ドゥさんと喋ってて、でも、よく考えたら、自分たちみたいなやつが、見て、気になったり、注目って、うん、なんか、大体2種3種しかいないとか言ってて、大学高校生みたいな、マニアックすぎて。だから、ドゥさんと喋ってても、だから、ちょっと、誰がいるかな？なんか、誰かいますか？って言ったら、ルーさんも、西武大の10番買ってくれて、いや、わかんないっす、みたいな。そういう感じになっちゃってて、だから、どうしようかなって。深いな。どうしようかなと思ったんですけど、まあ、とりあえず、だから、新人選手。うん。今年、J1、J2、J3。なるほど。のを、まあ、一応、ちょっと見て、あ、こんなやついるな、みたいな。高卒、大卒、ユースからの昇格。そうそう。そうそう。を見て。まあ。うちで言ったら、匠。うん。それから、森くん、原くん。の3人。いいね。こう、有望。うん。大変有望な。うん。方々が。結局、原くん、あ、森くんはどこで、準決勝だっけ？準決勝か。全日本。そう、最後インカレね。インカレ。まで行って敗れて。原くんは、一船で。どこに負けたんだっけ？前橋育英。前橋か。準優勝した前橋に敗れてしまって。前橋育英にも新潟アルビジュニアユースの出身の子がいたっていう。左サイド。割と自分近い関係だったんですよ。うーん。友達の弟って。おおみたいな。あ、じゃあ、そのお兄さんもサッカーやられてた、うん、ジュニアユースだった。で、うん、でも原くん、森くんは割ともう、喋ったりしてたもんね。してましたね。あ、そうだね。ですよね。うん、森くんは、出てたんですよね。まあ、後々話すんですけど。あ、出てたんですか。今日、やっぱり3枚書いとかないと。出てた。ポジションってどこなんでしたっけ？サイドハーフ。サイドハーフか。うん。で、原くんが？原くんはボランチとかセンターバックとか。センターバックもできるのか。ただ、なんか。まだちょっとサイズ足りない感はあるみたいな。あ、まあ、センターバックで考えると確かに割と小柄なタイプだけど。うん。だから、うん、でも、どっちでもいいよ、見てみたい。頭がいい選手だから。うん、ただ頭がいい選手だゆえに、K みたいなパターンが起こりうる可能性も、やめない。というのも。サイドバック。とか、うん、頭がいい選手がやるって言いますもん。まあ、K の場合は頭がいいっていうよりも、なんだろう。効率がいいからできたっていうのもあるけど。原くんの場合は、うん、もう多分、やらせたらできちゃうと思うから。ただ彼の場合はやっぱりセンターでやってほしい。真ん中でやってほしい。K もそうだけど。K もそうなんだけど。そう。そっちはそう。まあ、3人って結構多い方ですよね。いや、そんなことないか。私そんなもんか。去年が大卒で早く、フミヤでしょ？やっと5。あ、豪華。そうか。おととしかやったから、まあ。そうなんだ。そっか。だから、こんな感じ。他を見ると、なんだろう。
そう、そう、全然取らない、全然取らないチームもいるし、うんうん、あのアンダー23のチームがあるところは結構いる、取ってたりするし、すごいっすよね、なんか加入人数が東京とか、そう、ガンバとか、セレッソとか、それこそ注目とかね、そういう観点で言ったら東京はまあすごい補強でした。補強っていうか、あのユース上がりの子、あ、まず広瀬くん、広瀬くんは、まあ、一回青森経由してる。うん、経営したけど、あ、そうか、ユース上がりじゃないですね。そう、でも、うん、でもまあ、ジュニアユースでしょ。そうそうそう。で、そう言ってるでしょ。で、ユースから4人上がってるんですよ。ああ。東京が。その4人がね、まあ、みんないい選手なの。うちだってね、開幕戦、プレミアの開幕戦に東京に行ってっすよね。いや、開幕戦じゃない。あれ違うか。それは一船か。一船だ。うん。でも、結構やられましたよね。小平やられたね、小平で。ああ、そうですね。小平ですね。うん。成績も良かったですもんね、プレミアでも。東京はね、半端じゃなかったよね。あ、久保くんもいるしね。久保くんはね、まだ。まだ若いけど。新1年生だからね。うん、だから、うん、東京4人も上がるんだよ、ね。うんでもあるし、あとね、若いの、若いのって言うとね、めちゃくちゃ人数多いっすね。あ、違うか。いや、全チームさ。全チームか。そう。なんかね、甲府とかはね、明治から2人取ってんのよ。へぇ、明治は優勝チーム？うん。そっか。今年の、今年、関東、去年の関東リーグの、ぶっちぎりで優勝者。で、めちゃめちゃ強くて、たぶん4、5人プロいってるかな。5分、そのうち2人取ったって。2人取って。そういうのがうまいチームはきっとあるんですよね。で、甲府とかは、まあ、もう大卒は即戦力として考えてるだろうから。そうそう。J2 もそうだけど。あれ、あと名古屋もだっけ？あれだ、なんか。名古屋もね、慶応から取った。なんか、2人か3人取ってなかった。違った。名古屋もどっかのチームが2人か3人大卒で取って、それもそれ、あ、か、関東の得点王と関西の得点王2つ取ったみたいなチームどこだっけ。え大学の関東リーグの得点王と得点王と関西の得点王、あ、違った、どこだろう。どこだろう。ユース取るの上手いね、あ、ユースじゃない、大学生取るの上手いねみたいな、それは実わかんないや。そう、まあこんなこと言うとあれだけど、もう大卒はサッカー選手としては若くないから、うん、23でしょ、23で1年目でしょ、うんうんうん、確かに決して若くはない。だってホニーって21でしょ。ああ、そっか。いや、もう結果出さないといけないのかも。そうなんですよ、そうなんですよ。あんまりゆるゆるちょうなこと言ってられないみたいで、なかなか世知辛い世の中Jリーグ大変だなって。なんかあったかな、注目ネタ、注目ネタ、群馬だって。あ、群馬は本当に多分、あ、群馬は本当にいい人を取る、いい人っていうか、群馬ってなんていうチームだっけ。ザスパ、ザスパ草津群馬か。本当に群馬って言われると分かんないね。群馬は、そう、群馬も明治から取ってて、うん、岩田くんっていう子を取ってて、で、選手、あ、明治から2人取ってて、で、選手1人、で、東京農業1人、で、東京農業って2部なんだよね、関東。うん、でも、もうそこからでもいい選手はもうバンバン引っこ抜くと。え、めっちゃ取ってるじゃん、大学から。そうです、そのね、その東農大のね、その2部のね、東農大のね、うん、岡庭くんはね、今年1回見たけど、去年1回見たけど、すごい、ね、いい選手だった。最後か、中盤の選手で、で、最後の方っていうか、ギリギリで、関西学院、それこそ森くんの同級生の、うん、出岡くん、うん、と、うん、日体大の高井くん、うん、この2人を取ったのが、うん、
ていうかもうこの2人なんでオファーなかったんだろうなっていうぐらいいい選手だったから、うん、これはひょっとすると上がってくるかもしれない。群馬でまたあのパターンが、どのパターン、江坂瀬川パターンが群馬から、江坂さんわからない、ごめんわからない、あの大宮へ、大宮へ大学から群馬行って、あんまり無名だったけど群馬行って大活躍して、次の年には大宮に行っちゃうみたいな。で、江坂なんかはもう大宮でも活躍するみたいな。今年瀬川がそのコースで大宮行ったんで、あ、2年連続なわけだ。そう、きっとまたこんだけいりゃ一人ぐらい群馬で大活躍するだろうと、きっといるでしょう。だから、あ、じゃあ前からずっとうまいんだよ、群馬はね。まあお金がないっていうのもあるんだろうけど、うん、じゃあだからそう、群馬とか見てたらつぶれるかも。髪の毛食ったなるほど、かな。ダゾーン契約した方はぜひって感じですね。そうね、群馬あー、ダゾーン契約しなきゃ、うん、もう今日やってましたもんね、ニューイヤーカップ。あ、そうだね。何、ニューイヤーカップ。あー、千葉と琉球。そういうこと。サンドル負けなんですよね、千葉。ゼロだったっけ。うん、え、 1?3-1? 多分どうしたん、やばいね。この時期はまあ、まあ、かだってあれでしょ、去年鹿島負けてた、ビリだったんでしょ、ニューイヤーカップで。あ、そうだね、あんまり。それで結局こうなるっていう。そう、あんまり関係ない。そう、琉球にもね、国学院久我山高校からすっごいいい選手入った。国学院今年、じゃあね、先週ぐらいにリリースされた。この時期まで決まってないってことか。いや、なんかわかんないんですけど、大学決まってたのかわかんないですけど、あ、なんか、ここでかみたいな。だってもう、センター試験とかね、もう終わるぐらいの時期なのに。でも、琉球。本当ギリギリだったの。そう、そういうのもある。から、だね。あとなんだろう。あ、金沢。全部カテゴリーが違う。でも、群馬も金沢も J2 だから。やっぱね、でもね、若い人を見るのはね、やっぱ J2 の方が面白い。来年誰が上がってくるかなっていうのを見るのが面白いな。そう、まあ、活躍できますね、やっぱり。そう、経験の場をね、求めていくわけですから、J2 に。昨日それで、トゥーさんと意見があったのは、うん、金沢は面白そう。今年。若い選手が入って、うん、しかも、指導者が、そっか、あ、本当か。あ、木原もいるし。そう。きっといい成長をするだろうと。それに乗ってチームも割といい結果が出るんじゃないかっていう。だから金沢はちょっと面白そう。金沢サッパーは期待してるだろうね、きっとね。え、ヤンツー今年から？今年から。あれ、去年最下位？いや、ギリギリ残留。入れ替え戦に回って。入れ替え戦か。ギリギリ。一時期調子良かったですもんね。一昨年だっけ、今年はすごい。6位入ったんでしたっけ、プレーオフまで行ったんだよね。いや、本当にでもいい選手が、いい若い選手が、だからその中で木原も伸びてもらって、ちゃんと帰ってきて。かな？金沢。木原はなかなか体太くならなかったからな。それもしっかりやってほしいです。まあ、だから、ヤンツーさんのもとでやれば、間違いないでしょう。そういうこと言ってたら、なんか来年 J2 の方が面白いんだって。そういう意見になってしまったっ。うん。大学試合見た人は、J2 がね、監督だけ見ると J2 の方が絶対面白い。J2 って。そう、あれ。ヤンツーさんいて、ソリさんいて、キゼさんがいて、あと、大木さんがいて、あと、よくわからないスペイン人が3人来て。スペイン人監督が3人来たって。そう。なんか1人ぐらいでもアルゼンチン人だけど。すごいとして。多種多様なフットボールが楽しめるんじゃないかっていう。で、風間さんもいて。J2 は大変面白いだろうと、今年。っていう。ですね。勝手な。うん。生き残れるかもわからない。
サポーター。だからそこで活躍、ね、いろんなチームが活躍してきたチームが来年上がってくるわけだから、うん、そこで対戦するには今年絶対落ちちゃいけない、ね。そうだよ。そうだよ。毎年だね。毎年だけど。うん、てかそういう選手に来てもらえるクラブにならないといけないし。本当に。本当に。若い人は大事に、大事にしないと。かな。今ね、13から、ね、減ってる。視聴者数が。あら。注目、見ますか。あとなんかあるかな。400人って言いましょう。あと、いや、なんか、やっぱさ、もう最初に言ったみたいに、なんかもう高校、大学の話になっちゃうから。いや、順天堂は面白いよとか、そういう話になっちゃうから。じゃあ、今年来年か。来年プロに上がってくるだろうみたいな。え？あ、新4年とか新3年みたいな。うん、あ、いや、ダントツですごいみたいな人いる。今年3年、あの子とかが3年なのか2年なのか曖昧だからちょっと認めないでも結構いますよ。 うちのスタッフに目つけてもらいたいなみたいな。うん、いや、うちの場合にきっと強いチームが通るだろうなぐらいの。うん。つくばのね、鈴木徳馬くんとか、前橋育英の子だけど。あ、待って、わかるかも。そう、2、3年前選手権で行った子。うん。そう。え、その時割と上まで行った子。決勝とか行ったか。坊主？坊主だったかわかんない。じゃないかな。違うか。とか。ね、決勝の年の。うん。そう。聞いたことある。ここで名前を列挙したところで、うん、誰もピンとこないから確かにあんまり話も膨らまないかなと思ってあれなんですけど、うん、まあきっとこれからうちのチームの話とかすると思うんで、そこで、ああそうだ、だから若い人、若い人で、そうだ、うん、うち関係で言ったら、ジュニアユースの子一人すごい子がいた。アンダー 15? アンダー 15、 うーん、あの12月の終わりに埼玉遠征、新チーム最初の遠征があって、うん、その時に中学生の子も何人か入ってて、150もないぐらいの、新中3の子がもう入ってて、抜群に落ち着いてる。これを名前言っていいのか分かんないけど、翔平さんに教えてもらったの。何くんだよって言われて、あ、そうなんですね。あったんだけど、本当に上手だから、ちょっとアンダー15も余裕のある方はぜひ見て。アンダー 15? アンダー 15? すごいな。見て。18よりも結構低い。見れれば、上手い子はいるんで。あの後、うん、そう。アンダー15の子。シオン君みたいな存在。うん、そういう感じ。ちょっと一つ頭抜けてる。そういう感じ、そういう感じ。そうそうそう。ポジションどこなんですか？ボランチ。あー、ちょっとボランチなんだ。150もない子が、ランディとか、あんな奴らがいる中で、ボランチやって、堂々とボールもらいに行ってて、さばいてて、なんだこいつっていう。びっくりっていう選手がいたんで。隣で見てた、ちょっと知らないですけど、多分アルビサポーターの方、おじさまがいて、試合中一言も喋んなかったんですけど、終わった後に急に話しかけてもらって、あの2番誰ですかねって言われて、俺も分かんないですよみたいな、かなり会話になるぐらいの出色の出来だった子がいた。もうそういう子はクレアさんじゃなくて、俺らが、僕みたいな全然知らない人が見ても、オールタッチとかでもすぐ分かるし、ね、絶対分かる、うん、ね、ついつくような、何あの子ってなる、うんから、そう、余裕がある人、アンダー15も。ぜひ。普通の人、そんな余裕ない。たまに関東遠征もあるんですよね。大会とかで。ああ、まあ、そうね。群馬とか。ただね、そう、あの、高校はクラブ、夏にやるクラブユース選手権って群馬でやってるじゃん。うん、
あれ、アンダー15北海道なんで。ちょっとね、まあ難しいけど。逃げる人。うん。先物買いして。もちろん、シオンくんも注目ですよね。うん。あの、ダブルシオンで注目してもらった方が面白いかも。あ、はい。はい。来客。来客。放送中の来客。よっ。よっ。わー、現役高校生だ。深い話をしてたら、本当に若い子が来た。絶対、土足ダメだよ。あれ土足土足ダメだよ。ダメだよ。ダメだけど。やってんだよ。いいけど別に。ツイッターでコメントが来てて、この中地って中地じゃないよね。あ、そう、違う、中地さんだ。中地さんだ。何人かいるんですか中地さん。そう、俺、コメントが、あ、そうリップ送って、同じ中地ですね、よろしくお願いします。最初。どういう絡み？いつも的確なコメントをしてらっしゃって、ありがとうございます。おぉ、スタートホップで。輸入した。なんて気が利くあ、ちなみに今、食べてたのカレー戦。この前の総選挙で3位3位だったから、今日はなかなか売ってなくて手に入れなかったと思って。やっぱうまい。うまい。で、琉球大の新田くん。うん。あ、そう。ああそうじゃん。うん、もともとユースの子。はい。どうなんだろう。新3年ですかね。あ、もうそんなになる。新3年じゃないですか。新、はい。おそらく。え？あ、新4か。琉球ってもう一人いなかったっけ小池くん。あ、そっか。あの、鹿島に特別して。あ、でも、もう、諦め。いや。またアルビー戻ってくるなんてあるあのね、鹿島に行くのは進めないことはないけど。あ、アルビーサポとしては進められないけど、一サッカー。っていうか、鹿島が、東福岡の小田くんっていう子を今年取ったのさ。左サイドバックの。同じポジションの子を取って。うんで、ミサオ弟、うん、湘南にいた、うん、あれも左サイドバックができるからで、もともと山本修斗がいて、うん、足りてるし、あなるほどね、将来性のある小田君も取ってたし左足りないのうちじゃんだから、鹿島行くよりね、うち帰ってきなねえのはちょっと言いたいいやまあ、ね、絶対するのは本人なんで、うん、別にあれですけど、それは鹿島とはうちと比べちゃいけないと思うけど、出場機会ね、そう、うちで帰ってきたらみんな勝ち取ってほしいよな。微妙なとこだね。そうなんです。出るのがいいのか、あそこで揉まれるのがいいのかっていう。よっよっおっよっつぶりだろうね。本当は。起点以来だよね、多分ね。4月、8月以来です。夏以来。こんにちは。よっ出てない。よっ。何がいいかな。なんて。すごい、ちょっと待っていいですか。あ、そうそう。え、なんかあってるよ。あ、そっち。カルピス。濃いめ。カルピス。濃いめなプレゼント。濃いめなコメントよろしく。確かに琉球の二人は気になるね。あの、関東選抜みたいなのも選ばれてるから。うん。小池くんなんかは、ね、特に。そう。二人とも選ばれた。あ、二人とも。うん。2月に伝送チャレンジカップっていうのがあるから、ね、その選抜に選ばれたやつがある。へぇー。琉球は、だって成績、今年は知らないけど、ずっといいですよね。うん。安定して。ですもんね。まあまあ。強いよ。あとは、あ、新筑波に阿部光徳いるしね。うん。そう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 。ね、うち関係で言うとそうか。なんか、あ、今年卒業の板木くん。うんうん。板木蓮くん。が、中央だったかなですよね。に行くみたいなんで。ん中央のメンバー見たな、そういえば。あ、新。新潟西からもキーパー一人いたんですよ、ね。そうそうそう。へぇ。そうそうそう。あれ連れてった人、俺の知り合いかもしれないです。連れてった人。あ、そうなんだ。ね、そうそう。だと思う、多分。結構。知ってる。結構そう、いるね。その辺も楽しみながら。次行きます？うん。台湾キャンプ情報行きます？なんかちょくちょく、なんか、
結果が出てたっていうか、公式サイトに出てました、今。ちょうど、始まったしあたりで、あの、2-0が更新しましたっていう。2-0だったの台湾電力でしたっけ。それは、45×2 の2-0。うん、普通の、そう。コニーがアシスト、2アシスト。みたいな、そう、シューが、シュー決めて、両平、ギュンギュンが。両平山崎両平、ギュンギュンが。そう、公式だと何点数と、誰取ったかが。時間と点数だけ。だけが。なるほど。ギュンとシュー。シュー。シューのゴールはね、現地情報があるんで。おぉ。特範囲 Y 氏からの。Y 氏から。情報を。Y 君よく行くな。葉山のフィード。を左サイドの裏に抜け出したポニーがグランダのパス、うん、中にいたシューがゴール、うん、で、彼によると、ポニーは割とサイド左側に移動する動きが目立ったそう。それ2本目かな、後半かな。え、でもそれで勝利いってんのって。そうそれが葉山からフィードで左サイドに見えてない見えてない前出しちゃった方がいいか多分メンバー誰も出てない見てないけどね。これ出していいやつなの。本邦初公開になっちゃうけど。いいんじゃない。出していいの、うん、このメンバーもあのその特派員 Y 氏からのこれすごいぞ、もし皆さん、あ、ちょっと待ってね、もう新チームの、あ、こういう風にまあ、組んでいくのかなっていう。そう。でも2本あって、そう。これ2本目で、前半がそれで、みたいです。1本目がこれなんだけど、別に1本目がファースト、2本目がそのサブ的な、A、B とかではない。わけではないとは思うんですけど、うんうん、もうちょい組み合わせ的に。あ、10分と富澤ってのは面白いな。確かに。うん。前半はこんなメンツだったみたいな。1が1本目。はい、前半は K が右サイドバックみたいです。1-0だったのか、後半に。いや、後半にだから、まあ、前半は0-0だけど、前半はこのメンツで、あ、そうで、K がキャプテンマークおおだったみたいです。へえ、熱いな。うん、まあ、たださっきも話してたように K に関しては右サイドバックっていうのはちょっともったいないかなっていうの、まあ、ボランチでみたいなっていうのは。うん、実際は。で、彼の情報だと、サイドハーフが相手のサイドバックを高い位置から捕まえに行く動きが目につくと。うん。まあ、要は前からこう、相手のサイドバックのところまで結構取りに行ってるのが目立つだよっていう情報も。まあ、こっちの方がいいと思いますけど。前半は。あれ？マサル出てる。あと、やっぱり、うん、出てますね。注目はやっぱり、新しい人入ってきて、ゴメス、富澤パトリック。ここです。ね、この3人が入っているわけで。あ、セットプレーはマサル。マサル。うん、変わらなさそう。で、ゴメスに関しては、2試合目も出てます。そうね、次に後半通して。も出てた。で、キフィチャ君も言ったように、このジフンと富澤っていうコンビも面白いなっていうね。うん。すごいね、ベテランと若手のホープみたいな。そういうことか。で、はい、じゃあ。と、点を取った、2-0としたのが、こっちの。後半、彼からいただいた情報によると、後半はこんな感じ。稲田、ロメロ、ゴメス、森、ホニが入ってますね。すごい、ツートップの機動力が。そう、これね、高いと低いで合わせるかと思ったら、前半高い高いイブと、そう、イブと、さっき言ってた。で、ホニと山っていう。これね、だって。どういう展開をするんだろうね。まあ、シューが高いから、ここにキーパーが、当てて、その結局点取ったシーンもやっぱりそう、ホニーがね、サイド出て
ボール受けて、中に入れたのをシュウが決めてるから。この前二人はさ、この感じだったら、どんどん自由に動き回って、中に横のシュウとか森くんが切り込んでいったり、そう。してみたいなのは面白そう。確かに。で、注目したいのは、1本目も2本目もボランチが、4本目なんかは葉山とロメロも入ってるし、1本目は、ジャン・パトリックよ。あのイケメンも入ってて。あのイケメン。ボランチはどうなんだろうねっていうね。レオも、ユウキも抜けてさ。ね。どうなんだろう、全く想像つかない。パトリック見た ?YouTube で。見た、ちょっと見たかな。見ました。いいよ、別に。さっきまで高校生と絡めた。いいわ。どんなだった？見ました？パトリック、ただイケメンだけしか。攻撃の場面しかなくて、あ、守備の場面があんまりなかった。守備の方が上手いって聞いてたんで。ああ、そうなんだ。どうなのかって話なんですけど。でも、なんだろう、スルーパス、前につけるのは上手かったですね、ボールを。その。でも、新潟に入ったらどうかなってのはまた変わるから。前後半でガラッとじゃなくて、なんかちょっとずつ変えたのかなみたいな感じらしいんだけど、だから鳴岡に変わってロメロが入ってるわけでしょ、ボランチ。で、その時ってパトリックとロメロじゃん、ボランチ。あ、そっか。そうなった時に、どっちもボランチできるんだ。そうだね。で、パトリックがそこになって、ロメロはちょっと前みたいな、縦関係的なポジショニングになったりもしてたと。だから、詳しい情報ですね。ありがたい。大変信頼のおける弱いし、芝はとても悪いという情報も入ってた。スタジアムいいですね。スタジアムすごいんですよ。屋根立派だけど。俺、結構巨大建造物フェチだから。あれはだいぶ、ヘビ、竜みたいな名前ですよ、なんか。竜が。そう。竜をモチーフにしてて。マグが言ってたな、そういうすごいな、こっちスタジアム。そう。芝はとても悪い。普通のパスが跳ねる。すごい新鮮な情報だね。え、あ、なんか番号がある。画像入ってます？あ、画像1枚見せるか。そう、 LINE でもらったやつ。さ、特派員からいただいたこの画像。止まってね。ベンチ情報何？そう、ベンチの。ベンチはパイプ椅子です。あ、そう、ベンチはそう、ベンチはベンチの椅子です。割と安っぽい感じで。ユウタが、まあ、出てなかったけど、普通にボールを扱って。まあ、ユウタが入るとしたらね。森くんとか、マサルとかのところだ。ですよね。で、後半。それ今、どっち出てる？これ後半っすね。後半早間、チゲ。出てる。うん、そう、後半のメンツの、キャプテンが葉山。葉山。若いね。てか全員若いからな、確かに。で、稲田ぐらい。稲田ぐらいっすよね。うん、それ以外全員若いっすよね。そうだね。まあ、ユンユンがベテランっぽくなっちゃうっていう。何歳今？ 20。まだな。北京世代だから。3月誕生日だから、3月で28。8か。ああ、うん。前のと同じ。全然ベテランじゃない。でもこのメンツは。前のって言ってるかと思った。確かに。ちょっと失礼。落ち着きが一回りぐらい山と違います。ちょっと写真出してみた。そんな感じで見たいです。立派なスタジアム。すごい立派なスタジアムだけど、ほんと芝悪いね。芝が悪い。そしてパイプ椅子。パイプ椅子。高校生の試合じゃないんだから。高校生でも使わない。使わない。みたいですね。試合はもうないの？台湾。27まで ?7? 違ったっけ？来週いっぱいぐらい。あと1週間。うわ、冷やして帰ってくる感じかな。もう練習して。試合はないんじゃない？体作って。いや、なんか、そういえば、オフィシャルに出てた。バーサス台湾代表みたいな。え？なんか、水曜日あたりに、なんかそういえばあったトレーニングの話。そうだ、なんか、そもそも、その台湾に呼んだのも、誰かが、鹿島とかなんか、
あ、貼ってたんですよ。何さんだっけ、なんだっけな。ああ、なんか、そんな記事を読んだんですけど、忘れちゃいました。うん、忘れた。まあでも、だから、水曜日ぐらいに、多分、もう一試合ぐらいやって。水曜日25日に、台湾代表。台湾代表。おぉ。金曜日までやって、はい、金曜日が移動日。で、すぐもうコーチですよ。で、土日休みで、月曜からコーチ。あ、早い。早い。なんか、みんな台湾行くかみたいに言ったけど、なんか、この前の時みたいにね、試合がないんで、試合の情報が全然出てこなくて。あれでも、ツアー組んでなかったっけ、組んでた。ですよね。うん、あ、誰かやってんのか今。じゃそれで。やってるんじゃない、うん、何集まったんだろう。まあ、まあ、最低でも2人は行って。まあ、他にもオレンジ着てる人がいたって言ったから、うん、まあ、何人かは。台湾代表としては面白そうだな。見たい。さすがに水曜日行けねえな。いいですね。台湾。大学生も普通ならテスト期間ないし、どこか。です。台湾情報。情報は以上でした。でした。結構ワクワクするね。こういうこと聞くとね。そうなんですよ。いざなんだかんだ、ね。てか、2点目の情報は2点目はね、わからない。わからない。うん。彼からはまだ入ってない。入り次第お届けします。入るかな、わかんない。きっと忙しいだろうから、あんまり。勝手なわがままで頼んでるから。ご飯ぐらい連れて行かないといけない。こんな情報いただいて。こんな感じでしたね。あ、じゃあ、ここで、予想スタメンとか、を言ってもらいましょうか、クリアさん。予想スタメンね。うん、見てないもんな、実は。見てないけど。練習すら見てない。見てないけど、予想スタメン。コーソンが出たんだ。コーソン、サイドバックってのも面白い、うん。そこなんですよね。そこは一応聞いてはいるんですけど、まあまだ、現地からの情報は入ってないんで。まあ、はい。まずはスタメン難しくない？キーパーから。っていうか、森田さんはどうしたの？確かに。森田さんどうしたんだろうなっていう。前半変わらみ、後半稲田。何か稲田って言ったらしいです。稲田ってあの稲田。じゃあ、倒しないで。柏のやつ？あ、そう、その稲田だ。その稲田。それ以外の稲田いないからね。いや、だって、前半後半。意外なとこから取ってきたなと思って。うん、出てるけど、いっぱいいるからね、他に選手。伊佐夫さんもいるからね。気象とかも。そう。めちゃめちゃいるからね。お、気象出てない。そうだよ。アルベレックス結構選手いるよ。この人4人。そんなにいるんだ。もうほぼ枠いっぱい。そうですよ。アルベレックス結構面白いよ。ポスターに気づいた。お、気づいたね。終わったら持って帰っていいよ。これ貼ったって今、アイカマのポスター貼ってて、アイカマのあの、得点ポスターが左は前のポジションごとに見たら面白いかな。そう、左サイドバックは前の外せないな。前のが一番、やっぱり計算できるんじゃない。で、左センターバックはセンターバック難しいね。カズか。センターバックは、そう。大野くん、ジュフン、カズ左右？左。完璧よね。大野くん、ジュフン、ヨーマ、マグ、まあ、カンペイさんもできる。意外と。カンペイさん。あと、原くん。カズと誰が来るかじゃない？まず。ね。まあ、そうだね。いや、だからね、俺今年ね、ヨーマとマグ次第だと思ってる。うん。あの二人がある程度やってくれるんだったら、そんなにみんな言うほどセンターバックは苦労しない、うん、そう、うん、去年は問題ないと思ってる。ジュフンはどうなの、まだ足りない。ジュフンわからない、わからない。でも潜在能力はありますよね、もちろん。左利きのセンターバックっていうだけでだいぶ貴重だし、うんうん、あ、大野くんもそうだけど、ん、結局わかんない。マグかヨーマか、マグかヨーマか、何言ってるかわかんない。最悪っていうか、俺全然マグ・リョーマンの通信だったより。俺は全然。え、でも、去年の最後はずっとそんな感じだったっけ？そうね、4バックの時はそうだったりしました。うん。なんか3とかやってたの。
あれ、なんか何試合か続ければ安定しそうだよね。そうです、そうです。マフ龍馬次第だと思ってて。じゃあ、龍馬かな。いいよ、そこは。うん、まあ、あと、まあ、豪さんもいるし。そんな感じで。K っていうよりは、やっぱり気象入れたいっすよね。気象直樹。うん、いや直樹もいるか。気象直樹。結構だからサポーター、たくみくん。あ、そう、たくみくん。的には、ま、悩んじゃいますよね。あと、そんな感じ。まあ、うちに帰ってくるとなぜかサイドバックがされるノリとか。まあ、その場合左か。直樹か気象か。第一は気象じゃないかなと俺は思う。うん、気象と直樹からスタメンを奪う匠くんが見てみたい。素晴らしい。素晴らしい。これなんか難しいな。そこは、なる、すごいいっぱい。パトリック。なる、パトリック、イサオさん。そう。原くん、K。すっげえ。カンペイさんもできる。あ、そっか。てか、個人的にはカンペイさんはこれじゃないみたい。442じゃない可能性もなくもない。全然ある。そうそうそう。ツードラで。ロメロ。多分 K だろうな。うん。まあ、K は、外したくないな。で、誰だ本当にここは好み。皆さん好きな選手を当てはめてくださいみたいな。K、じゃあ K の相方誰がいいのタイプで言ったら誰なんだろうね。でも俺、伊沢さんと K みたいな。はい。あ、伊沢かけない俺。あれ、動く。はい。得意でしょ？いや、俺ちょっと無理。動く。動く。どう？どう？英語の方が。すごくに。あ、なんか。下側の点々点。点々点々。あ、そうだ。わかんない。オッケー。まあでも、まああれ、パトリックもいるからね。ああ。パトリック使わない手はないでしょ。うん。だからもう誰？チアゴ・ガリアルドは、あれはもう一枚前。うん。ちょっと前、二列目。とか、フォワードサイドかなとか。2列目もいっぱいあるよ。はい。ここま、ここ一番、なんか俺的に。いっぱいよ。でももう、山、あ、山は前かな。山は前。じゃあ、ゆうた。違う？まさる。あ、いっぱいいる。そうなんだよ。今こんな感じ。あ、アルミックスいっぱいいるんだよ。30。いい選手いっぱいいるんだよ。30何人だっけ？ 7 人。本当はみんな使いたいんだよ。37だっけ？あれ何？ 34 じゃなかったっけ？ 34 でしたっけ？何かわからないです。とりあえず、A 契約ギリギリ。去年よりは多いね。え、A 契約って制限ある？あるんですよ。何人？ 25。それで、今年はあと一人、誰かってるの？黒さんでしたっけ？あれ？黒さんは引退だから。で、やっとギリギリ。ああ、そういうことか。マサルかなぁ、ユータかなぁ。マサル、タツヤ。ユータはやっぱ後半からタツヤがいる。ユータ。あ、タツヤがいきなり行くタツヤでした。いや、いいよ。で、いいっすか。ナルオカさん、ゴー。あとは、ヤはこっちだよね。ナリだよね。え？森俊。タツヤのヤはナリです。ナリ。森田が、あの、ヤヒコの。あ、ヤヒコの。確かに。いいね、いい。いいね。いい。初詣行ったんで。いい。混んでたでしょ。混んでますね。大変だよね。ヤヒコ行くんだ。知らないもんな、そこの。ヤヒコ、すごい事故あったよね、昔。ヤヒコの話。そうそう。ヤヒコの話しちゃうといつも俺この話しちゃう。ドミノ倒しで100人ぐらい亡くなったみたいな、初詣で。そういう話をする時間じゃないけど。いっぱいな。次どこ？右サイドハーフ。森俊、ゆうた、まさる、なるおかさん。なるか、ああ。でもボールいじれる人がいいな。シアゴ。達也がいると。がいい、やっぱり。達也がいると。ここから達也へのライン。そうですね。じゃあ、なるか。か、まさるか。まさるだな。まさるがいい。まさるがいい。俺は、なるおかさんが好きだけど。後半、入っちゃったよ。後半からだな、なるおかさん。もうだって18番じゃなかったっけ？いや、ユニ、勝ってないっす。
あの、あそこにある赤いあれを買いました。あ、いやあ、もう届いたんですよ、ユニットあれで。あー。はい、見せて。はい、見せて。さっきまで着てました。え、これ着て練習するの？これ着て練習してます。すげえ。おー。いい。シンプルよね。いいっすよね。うん、これ去年のモデル？いや。あ、今年もこれなのかどうかわからないんですけど、キーパーの方。いい。ああ、着てたね、キーパーこれ。この心、新潟出身の先生に見せたらすごい驚いてました。すごい。あ、電化も入ってんだ。いい。こっち散歩グループですね。何の紹介だろう。散歩少ない。これもハッピーターンなんだね。そうですね。無世界じゃないんだね。いいや。はい、トップよ。トップめっちゃいるよ。うん。ホニー、山崎、イーブ、まあ、この辺の軸にはなるだろうけど。まあ、この2列目見ても背高いのいないんで、1枚やっぱり。って感じでいく？シューか、武蔵か、イブか。うわ、そんな選択肢ある。贅沢だな。川田。毎回忘れんね、川田。ほんとごめんなさい。絶対忘れる。そんなに高いタイプじゃないけど。これで爆発したらさ。ね。申し訳ないのに。川田。あと。武蔵とサイブ、どっちがいい？どっちがいい？俺は、どっちも頑張ってほしい。かな。でも、達也がいるからな。あ、タイプとしては似てる？なんか違う？やっぱイブだな、ここは。この人選でいくとイブかな。イブの、イブだな、覚醒してほしいな。イブは去年がちょっとスタートだったから、なんとか。イブは、戦ったな、イブ。2014年が良すぎてってとこが。誰と揃える？誰がいい？いっぱいいるよ。あの、デコボコにするか、やっぱ、ツイッターにするか。ホニーは見たいよね。見たいかな。ホニーでいい？ホニクルゼロから来たんだ。クルゼロってすごいんですか？すげえよ。すげえな。出てたの？わかんないっす。でもなんか、トコアルデラックスだと、上山さんはラファエル。トコアルデラックス。ラファエルの評価高かったんだよ。でも、本当かどうかわかんないっすけど。カッコ、カッコつけ始めた。カッコつけたら何でももう、何でもいいじゃん。みんな書かないと。それね、後半途中からみたいな。山崎のザキは諦めた。どのザキかわからない。いろいろあるから。確かに。マサルだったらだからなるでしょ。だから右サイドはね、ユータとモリシュンが同じタイプだからね。あ、ユータもいる。ああ。ああ、もう言った。ドリブルでゴリゴリ。カッコ書き始めたけど、多分切りないんで。多分、すべてのポジションによってカッコ2つぐらい書けるぐらいのバリエーションはある。うん、ただ、今即興で作ってみた、最もいいスタメン予想は。希望でしょ？希望。ただ希望。何を持って最もいいのか分かんない。最もいいのは監督が選ぶ。最もいい。みんなで決めたと言いながらも俺の好みで選んだスタメンどう思いますか？いいね。このシーズン、この期間は、ワクワクすることが。いろんな想像をするんだよ。そっか、毎年のことそうだよ。スリーバックもありえるからね。おぉ。嫌だな。嫌だな。なんか嫌な思いでした。早速。スリーバック嫌だな。スリーもあるからね。マイケルが外で見てね。最近流行ってるからスリーバック。ダメだ。で、スリーバックまともになんかやってたって、ソリさんぐらいは戻んないと。あ、そうか、ソリさん時代はやってたもん。前のブラジル人3人頼みって言ってた。そのくらいまで戻らないと、いい思い出がない。7人で守ったり3人で攻めるあれはあれですごかったけど。もう今年はブラジル人の稼働率が低いかもしれないですね、もしかしたら。ああ、その可能性もあるね。でもハマれば強いですしね、うん、組み合わせ次第、うん、いや暑いな、見えないね、ちょっと消そうか、なんだかんだ楽しみだな。
と小さいかも。まあいいか。で、監督が三浦さんで、コーチにマナカさんが来てくれて。マナカさんって、もうそれもパルセールから。一緒だ。富士さんがコーチで、トレーナーさんがコーチで。フィジカルコーチも、バンディルウェイ。それ言いたいだけで。経歴がすごい。経歴すごいよな。経歴すごい。なんか名前がもう強そう。バンディルビー。結構鬼だったりするかもしれない。芝生えそうですよね。将軍ってつけたい。それで奈良岡さんがあんな顔してたのか。そうだ。保存した。保存した。最近ツイッターの画像いいよね。チョイスが。公式になってから写真増えましたね。うん。ハッシュタグのセンスがね、遊び心をやっとやっと覚えた。まあやっとね、やっとだね。やっと覚えた遊び心。去年もまあキャンプ中はそれなりにチェンマイナウってついてますね。ナウつけるぐらいっすよ。どんだけ時代遅れてる。新幹線だっけバス爆走中タイムなんかわけのわかんないからついてる。なんだそれ。モトリーニョの画像が欲しいからみんなでツイートしよう。ハッシュタグつけて。モトリーニョ。モトリーニョの画像くださいっつって。モトリーニョと野中さんとかと。あと、しよう。PR さんの中の人をちょっと。自撮りで。いいなぁ。バンデルレイさんが一番年上なんだ。あとエジプトですよ。ああ。うん。どっから来たの？もう、超びっくり。どっから何どっからそんなすごい人なの？知ってる人なの？玉川くんがっていう。いや、もう超ド地元。ああ。そうなんだ。もうね、いや、びっくり。本当に嬉しかった。え、今いくつ？俺の2公演なんで。週とかと同期だよね。はい。今年25です。うん。本当に嬉しい。もしかして中学とか被ってるパターンですか？中学同じ。同じ中学の2校。ただその人はジュニアユースだったから、部活には入ってなかったけど。わー、うまい。わー、うまいし。そう、ついに地元の我が中学校からアルビレックスのスタッフが出た。もう大感動。そうかな。楽しみです。うん、なんだかんだ楽しみです。そうだね。なんだかんだ楽しみですよ。スタッフの中の良さみたいなのね、キャンプに行くとすごい分かるからね。大事だよね。高知とその後静岡、うん、静岡なら行けるかもしれないから行こうかな。高知じゃない。静岡ない？やんないの？コーチキャンプで終わり。マジ？おお。あれ？書いてなかったっけ？バスで12時間かかるの。あれでも去年も最強なかったって。ん？話が。そうだっけ？なかったわ。うん。すごいね。キャンプ距離感近いからね。デイステップすごい。話とか真横で聞いてて面白かった。やっぱり仲良かった、あの時から。スタートの時からね。うん。さて、次は何に行きますか？何がありました？お品書き。お品書きに書いてなかったけど、そういえば、ハッシュタグで、応援し始めたきっかけを募集してたね。ああ。藤田君。もう、行っちゃいましたからね。書いてた？書いてないです。昨日は。何だったっけ、藤田君は。残留見て。あ、もう試合が初めてなんだっけ？そうですね。残留の試合を見て、テレビで。で、それで知ってたけど、残留でちょっと応援しようかなと思った話は。4月ですよね、去年ね。なるほど。したん。きっかけね。それは、なんだろう。残留の試合でしょ？あの試合でしょ？そうですね。例のあの試合でしょ？例のどの試合？違うんですか？11年。11年？12年。12年か。
札幌札幌ですよね。あれを見て、ウッチのゴール、あれ、あ、それは2008年。あ、2008年か。あ、あれだよ。あっちか。あっちっすよ。あっちだね。ミネイロ。そう、ミネイロ。ミネイロシュートが、左隅に。あと、ツボ。そう。ツボ1、ヒュキが1点目。そうそう。で、あとはブルーなのです。2点。2点。あれ、あれを見て、なんだろう。あれがきっかけなのか。うん。うわぁ、やばい。すげえってなったんだ。うん。うん。きっかけって、きっかけって難しく、俺だってわかんないですもん。うん。なんか、自然と。そうなんですよ。なんか、ビッグサマーに行って。なんか、初めて行ったきっかけよりも、うん、多分、子供の時釣られてって人多いから、うん、そこで行かなくなって、なんでまた行くようになったのかも面白いかもしれない。うん、あ、再びなぜ燃えたか。行、うん、かされるじゃん。自分で自主的に行くようになったきっかけとか。そうか。行かされる。そうだね。行かされる。俺、書いたんですけど、うん、親が会社から、行かされる。もらってきたメインのチケット。うん。でもそれに小学年の前年度とかから見始めたんで、2002年、3年。うん。小学が3年。2002年、2001年ぐらいからかな。2001年、ビクサム行ったら。うん。その頃は、抽選だった。今日は当たったって言って行けたぐらい。うん。から、そう。今なんてもうみんなばらまいていくらでも行けると思うから。うん。その頃の、うん、たまーに当たるんですよね、メインが。あのテーブルから見てました。うわぁ、いいなぁ。2層目の。ああ。見てぇ。選手たちがいるところから。あ、そっから見てぇ。親がわざわざこう、ああ、見ちゃう。あんま言っちゃいないけど、いろんな人の名前借りて、応募して、やっと様に当たるっていう。ほんとレアだったんですよ。いいなぁ、テーブル見て。うん、もう僕も、ほんアホ。海でキーパー買って見るようになりましたけど、うん、そういう人が増えれば意味あるけどね、うん、バラ巻きもね、うんうん、確かにバラ巻きが当たり前になっちゃったら、うん、あれもらえないのとかなっちゃったら全く意味がないから、うん、今年またなんか復活を匂わせて絶対復活するよあれ すごい4万人に固執して社長ガスの色が強そう。いることに仕方ないんだろうけど、他にはどんな2008年最終節の内田潤選手のゴールを見たから、あれ泣くよね、泣いたね、あれ泣くよね、頑張るよね、あれ泣くな、あの長い横断幕、あれ泣いたな、最終節違う、最終節で、その時にまた、何力決めたんでしょ、一力残念。そう。後半のスタイルだよ。ラストプレイだよ。しかも決めたの打ちたんだよ。こぼれてくるんだもん、あそこに。うん。泣くよねー。たぶんアルビニ俺4回ぐらいしか泣いてないですよね。もうすぐ1回だ。1回。うん。泣くよね。うん、泣く。あとは帰るたびに実家がオレンジ色に染まっていったから。これは何、親がハマってるかって。いいな、それ。帰るたびにっていうのは、東京にいて。東京にいてってことですね。うん。やっぱそういうのいいんだ。なんかは、可愛いは正義だから。これ多分違うと思う。なんか、たまたま。違うやつに引っかかったっすか？引っかかっちゃったかもしれない。いや、もしかしたらアルビ君が可愛いから。すごいな。ナルオカが可愛いからとか。ナルオカが可愛いからかもしんないし。あ、ミカドさんだ。郷土愛ね。うん。あれ、出身どこですか？三条市。三条？うん。三条もに、アルビは結構。なんかそんなイメージがないけど。俺、うーん。どうなんだろう。うまい、これ。全然わからない。スクールとかはないっすね。ないんで。そうか。どれだろう、これ。かけよう。新潟っていうね、名をつけて。うん。うん、
誰かの選手がかっこいいと思って、これアウェーだと余計感じますよね、こっちに来てさ、うん、確かにつけてるとただただ叫ぶっていうのも、新潟っていうコールあってもいいかもね、ドンドンそれウィニングイレブン、そうなんですか、ウィレは詰まってる、なんか、ね、なんだこのゴールってのが昔はあるね、ありましたね多分それだと思うんだよね、アウェイで行って楽しいのって。あと、県外行ったりして、県外で住んでたりして、アウェイの試合行ったりすると、やっぱりゴール裏とかで、まあ、新潟弁が聞こえてくると、まあ、安心感はある。なるほどな。それは結構。ここに仮想の地元を、故郷を作って。うん。コミュニティを広げる。野沢洋介に一目惚れ。いるだろうね、きっと。よかったんだな。いや、みんなかっこよかったけどさ、俺の幼馴染のお姉ちゃんは慎吾だったね。なあ、慎吾も、うん、もう泣いてた、うん、慎吾の遺跡決まって叫んでたね、叫んでた、取り乱してたそうだね、これみんな見てたから、それまではスポーツニュースで結果を気にするぐらいだったが、エジミューソンが赤いチームにドナドナされて、ドナドナ、自分を応援したい、ドナドナすげえ、何回ドナドナされてんの、ドナドナえ、何人行った、めちゃめちゃドナドナされてますけど、赤いところ、赤いところに限らず、エジ、マルシオ、長田、長田、あれ、そんなもんか、そんなもん、ね、赤いチーム、マルシオ行った、マルシオ行った、5人つら、うん、もう他にも連れて行かれてますか、裏側が一番多いんじゃない、 PJ とか、ああ、うん、サッカーはテレビで見るだけだったのに、日韓ワールドカップをきっかけに応援するチームが欲しくなった、当時東京に住んでたので緑も F 棟も気に入らなくて、生まれ故郷にチームはなく、当時金沢はなかった。仕方なく新潟に。あ、そうね、レイさん。面白い話を。これは最初の。仕方なくだ、アレカンライブ 1号で多分話していただいた。スタートが仕方なく、うん、すごいよね。同じ北信越リーグのアレビーを応援するようになった。新潟でいっかみたいな。そのレベル、すごいよな。フル株、だいぶ素晴らしい、あ、ごめんごめん、この下は読みたい1999年、新潟が川崎に勝つ、新潟が東京に勝つということが1988年に新潟を離れた自分には夢のような仰天動地の経験だったから、うん、裏日本と言われて、裏日本って、なるほど、そっかそっかそっか、そうだ、これね、確かにそうだよね、うん、東京に勝ってんだよそれ今俺バスケで感じてるかな、あ、マジで？うん、今バスケで感じてる、え、なぜ？アルビ、サッカーの方は最近川崎でもなかなか勝てないあ、そういうこと、あ、勝ってるか勝てないか俺正直バスケはね、もともと新潟ってバスケじゃん、うん、だからね、あんまりね、うん、なんかさすがだなぐらい、うん、地元の選手も多いしさ、うん、ね、キムタケさんとかさ、うん、池田さんとかさ、で、生え抜きの、確かに、もともとバスケではあるか、そうそう、でもやっぱりその違うリーグを統合して、うん、でも元なんだっけ、JBL だっけ、 NBL、 NBL、 日本バスケットボール、そう、 NBL、 NBL のチームに勝ったりするときは、あー、もう BJ でもやれるんだみたいな、千葉に勝った時、ね、千葉に勝った時はね、気持ちよかったね、ほんと気持ちよかった13連勝取ったんですよ、ね、やーべー、ただのブースターだなやーべー、アルミーと思った、まあ、その次の日、戸橋に無双されたんです
富樫も新潟だけどね。富樫が疎外戦試合で活躍するだろうなと思ったら、やっぱり2試合目34得点9アシスト取ってくれたよ、ね。うん、バスケではすごい数字ですよ。ほんまにね、ほんまに。今週は、五十嵐圭が古巣と対戦、名古屋で一勝1敗だったんですけど、やっぱ名古屋も元 NBL だし、勝ってとか、すごいね、気持ちいい瞬間は多いですね、最近、バスケ見てて。なんかまるで、まるで3月から11月、12月まではあんまり勝つことがないから、つまんないみたいな。楽しんでおこうみたいな。つまんないみたいな。見てるバスケちゃんと。見てないっす。ちゃんと。ちゃんと撮ってる。説教。先輩怒ってる。少なめで1ヶ月見ようね。試してるの。バスケか。昨日行ってきたけど俺。え？ビーツ。とどろきの時に行こうと思ったけど。ビーツ。ああね、うん。見に行けなかったから。あ、そうか。から。川崎強いからね。あれ、ダゾーン契約すると見れんの？あら？あれはスポナビやってるから見れないじゃないですか。ダゾーンはスカパーだと見れるけどね。結局見れますよ。今日もやってました。ダゾーンは格闘技とかやってるし、卓球とか。みんなに B2 の何人見てるの？東京エクセレンス対最高大の茨城ロボなんです。ああ。板橋やってるの？ B2 に板橋いるの？え？ん？板橋？板橋のね、あずさわ体育館って。いやー、わかんねえ。東京。都営三田線、志村坂上駅とかさ、なんか最近行ったところだ。嘘。引っ越せ、引っ越せ。で、ちっちゃい代々木みたいな形した体育館ですよね。あ、まあそうね。あれこの、ちっちゃいところだ。超ちっちゃい。最近行ったところだ。違うけど。うん、出はる？いや。部活です。姉がだね。年2ぐらいで父親に連れられて、J1 昇格に絡む頃にはズブズブに染まってました。わかる。ニラサワさんだ。わかる。うん、ズブズブだよね。本当ズブズブ。みんなズブズブだよね。わ、うん、かるわ。やっぱあのヨマニの頃のね、なんかスタジアムの空間っていうのはね。うん。余らない人いないでしょうね。なんか、あの頃はサッカーというより、あの空間が楽しかった。空間、うん、楽しみでした、みたいな。だって、それこそ全然 J1 上がった頃で勝ってないから。うん。もうね。それでもいっぱい入っちゃって。確かに、空間がいい。あー。おい。あー、いただきます。最近、配ってあげたの。ぶちまけるの。あれ、配ったじゃん。配ってあげたんですよ。もうちょっと丁寧に配ってくれ。なるほどな。きっかけな。こんな感じですね、皆さん。ちなみに、何歳の時に初めてツアーに行ったの？現地に。13。です。13。中1。中2ですね。中2。で、その最終節をテレビで見たのが何歳？中1です。うん、ああ、なるほど。見て、うん、中3。あ、あれ？中2で行って。それ、生で見た時の感想はどうだったの？テレビとなんか違う？あ、でも、何だろう。あんま覚えてない。あれ、ノリノリだった時期だった。あれノリノリだった時期だったんで。あ、僕は2010年。一番楽しかった。一番楽しかった。一緒に行ったのは FC 東京で、その時は負けたのかな。負けて、その後にマリノス行って、でマリノスに勝っちゃって。あ、あの、伝説の伝説の2-0の。伝説の。あれはじゃあ、あれビジターであれでもうハマって。一発。あれはハマって。それはハマるわ。あれはハマるわ。その頃からもサッカーをしてたの？うん、小2からやってたんで、うん、その時からサッカーはやってましたけど。そもそもサッカー始めたきっかけは？は、あれです、ワールドカップの。どのワールドカップ？あの、なんだろう、2002? ドイツかな。2006? いや、ワールドカップ予選なんですよ。予選か。2005かな。あ、何？大黒とかがロスタイムに決めたりしたやつ。そうです。ああ。
はいはいはい、それを現地で見てて。あ、現地で見てんだ。さすが。で、親がサッカー大好きで、お父さんがサッカーやってて、お母さんもサッカー見るの大好きで、それで、サッカーやれよ、みたいになって。やれよ。どっかのサポーターなの？いや、そういうわけじゃない。サッカーが好きなの？サッカーが好き。お父さんもサッカーその昔から、お母さんもサッカーやってなかったんですけど。あ、じゃあサッカー好きで見てたけど、横浜戦で。もともと日本代表がずっと見てて、お父さんの会社がキリンと契約してるから、キリンのチケットが回ってきて、チャレンジカップたくさん打ってたんですけど。いい席で見るわけだ。そうですね。一緒にスケガーもかっこよかったです、ね。うわ、いいなー。シュンスケじゃん、スケガー。シュンスケに目がないもんね。もういい、岩田行きたい。ちょっと遠くなっちゃってね。ちょっとね横浜だったのに、うん、あれか、うん、そうか。いやでもやっぱワールドカップだよね。うん、どうにかんだもん、うんうん、やっぱワールドカップだよ大体。やっぱそれがでかいもんな、うん、あ、俺もワールドカップ2002年の時日韓、うん、しゃべんなら食うなって怒られた。怒られてお腹減ってる。謝って謝って。申し訳ございません。謝って。主犯を起こした。二人が主犯。すいません。どうの美味しいのよ、なんか。あ、レイさんといえば、あの、なんだっけ、学校の課題で、なんか言ってたね。難しかったです。何何、ね、俺も理解できなかった。何、学校の課題そんな楽しい課題があるんです。いや、あの、プレゼン作るんですけど、なんか、どっから行けばわかるんだ。ちょっと探してるので。プレゼン誰に？みんなに。みんなに。なんで、その、そんな授業があるんだ。もう今、そういう時代なんですよ。もう、そうなんですよ。誰だって、みんな古いんだけど。おじさん、おじさんばっかり。そうか。それで、なんだっけ。そうです、あの、がテーマ決めるじゃないですか。で、うん、あの、班っていうか、その、2人でやるんですけど、うん、その、ガンバの好きな子がいるんで、その子と一緒にプレゼンするんですけど、その、J リーグのことについて、ちょっと、まあ、J リーグ不人気なんで。人気ないの？あんまりないですね。もう、あ、でも、クラスにそんないないよな。いないっすよ。こう、僕たちってサッカーやってるやつらと、話したりサッカー見る人が話したりするから、うん、意外とそう J リーグって、うん、あのメジャーなものかと思ってるかもしれないけど、実はやっぱ他の人と話してみるとやっぱ何それってなってる、うん、でも野球も同時に人気なんじゃない？やっぱりでも野球の方がやっぱ認知度高いですね、うん、ニュースとかでも野球、うん、もう前、うん、毎回毎回大谷君とかもうみんな知ってるじゃないですか。もう柴崎岳って言っても誰って言う。柴崎でも分かんないか。分かんないと思います。かろうじて分かるとしたら、海外の選手で。クリスティアーノ・ロナウド。香川、本田、ね、岡崎、そんくらい。J リーガーは分かんないよ。そっか。でもな、俺が行ってる小学校、ほとんどサッカー習ってる人のが、今の小学校低学年はダントツサッカーの方が習ってる人多い。サッカーの子はまた最近ちょっと増えてきてる感じがするんですけど。でもそこま、ギリギリ藤田君の世代だとまだ野球。まだ野球。てか、テレビ見るから、メディアの影響だよね、やっぱり。メディアすごいんですよ、力。人習ってる人数は同じぐらい。メディアへの。本当に高校生か。メディアへの。メディアの力が強大すぎて。なんだろう、やっぱ、ダゾーンと契約してよかったのかってとこから入ってる。お金があるからなってとこなんですよね。うん、で、課題が、J リーグ不人気の理由とその課題。そうです、あの、スタジアムに行こうっていう、うん、そのタイトルで、それサブタイトルなんですけど、うん、そのだからこう、J リーグって、こんだけ面白いものがあるっていうのをアピールして。アピールして、で結局、ね、サッカーって結構楽しいもんだから、行きづらいんですよね、スタジアムって。アピールする点少ないもん。うん。うん、申し訳ないけど、サッカーをが好きじゃないと、そもそもあんまり、うん。行くイメージがないんで、うん、俺が誘おうと思って難しいなと思ったのは、自分がズブズブにはまりすぎてて
一番近くの太鼓の近いところで応援したいなっていう気持ちとは裏腹に新しい人を連れていきたいっていうのがあって、じゃあどこで見るかってなった時にあれってなっちゃった。これ多分モークって感じてると思うんですよね。わかるわかる、急にそんな真ん中連れてっていい、うん、そうそうそう、でしょ、連れて行きたいけどさ、連れて行きたいですね、どこで見せればいいのかねっていうね、最初その時は俺に言って一緒に俺別にこう真ん中に行こうとは思わない、隣で解説してくれるみたいな、うん、あまあできるところはあるそう、でも確かに押しづらい、てか今ちゃんと押せるのだって俺絶対 B リーグ押すもん、押すポイントがなさすぎるっていうのが、うん、本当に絶対言ってもいいあるわ、 D リーグの痛いとこっていうか、何がなさすぎる、押すところがない、野球とかだと赤手分けでもいろんなたくさんあって、うん、安いし、うんうんうん、そうだね、野球なんで、野球で確かにね気楽にいける、うん、でそういけるいける、一回も行ったことないから分かんないですよね、スタジアムの雰囲気ってのもスタジアムの雰囲気ってのも全然違うし、うん、サッカーの方がこうそんなに敷居高い、オラオラ系っていうか敷居が高いし、もうなんか嫌なイメージがある、怖いイメージがある、よく分かんないから、うん、あとサッカー、やっぱサッカーがよく分からない、好きじゃないと、なんかどこを楽しめばいいか分かんない。野球の方が。野球の場合、分かんない。飲み食いできるんですよ。そう言ってた、そういえば。そう、飲み食いできるから、ちょっとこう、だれてきたら、ちょっと飯買いに行こうぜって、ちょっと行ったり。そっか。時間がある。趣味の、ね、裏で食べて、そうそうそう、表で攻撃してやりやすいしね。そうそう、どっちかもしてても、そういうの。スポーツバーでも売り上げの方が、野球の方がいいですね。そうそう、起点でね。言っちゃった。ボーって言ったのが、ね、なんか10倍ぐらい違うらしいですね。もうサッカーの試合で、2試合で。すごいな、すごい。すごい日は。ね、そう、みんなもね、もうだってサッカーは見始めたら集中して飲めないしね。だって、あの、なんだっけ、サッカーやる日は、水道局も大変って言ってましたもんね。トイレの時間も。かぶるからね。ハーフタイムで。そうだよね。もう、ズブズブの人はトイレ行かないの。ここから一番野球見やすいのは。いいよ。ほんと楽しいよ。酒飲みながら。メモしとこう。そうね、使えるね。メモしとけます。ほんと時間をね、自由に使える。楽しめばいいんだもんね、じゃあ。なんかもう15分ハーフとかにして、6みたいな。ピリオン。ピリオンのせいにする。第6クォーター。クォーターじゃねえか。4分の1じゃないか。今夏場、割ともう4だけど。ねえ、まあ、ね、でも、プロではないじゃないですか。そうだね。プロではやんないの？いやでもやり始めてるところはあり、フォートブレイクあります、うん、ある、うん、もうやり始めてるところは、うん、俺も高校時代はラグビーでよくあったり、なんでシコリーグももうやってる、あ、そうですね、高校生なんかはもう積極的にやってね、小学生なんかは体育館なのにやれって、うん、体育館の方がね、立ち悪いから、やった方がいい、冷房効かせてるんですよ、あ、そうなの、それでそれで、都会だな、本当にやばくなったら、蒸し暑いとこでやれよ、小学生は全国大会でこう言われて、へもう絶対25行ったらなるって、いや、てかまあそもそも夏はね、サッカーしない方がいい。そもそも。倒れますね。日本のね、夏と冬はね、サッカーしない方がいい。ほとんどできない。そう。なるほどなぁ。そうなんだ。でも、野球行ったことないのはなんでだろうな。じゃあ行こう。行きますか、じゃあみんなで行こう、みんなでここでまたレポートすればいい、言ってでも敷居高いんで俺からすれば全然行こう、じゃあえっと何があれば行きたいって思う、ああそうだ、チケットを買いやすければ行きたいと思う、サッカーと同じだけどね、確かにああ本当手段なんだ、なんだろうな、チケットあれば、うん、行こうかなってなるんだろうし、誘われれば行く、うん、あとやっぱり近いとこにある、ああでもあのほぼ全部駅前だから。本当に。スタジアムのアクセスも全然違って。あのあでも FC 東京と比べちゃうとはちょっとあれだなと思った。FC 東はいい方だもんね、サッカー。まあ広島でしょうね。浦和とか。浦和もそうだね。高いよね、浦和。後楽園駅だからね。うん、西武球場前駅だからね。だから、まあ、いいのはベアスタと。
ベアストクライ目の前だからね。アントラーズって言おうとしたんですけど、アントラーズさんダメだなと思って。あれをもね。あとあれは何？東京駅から。駅はあるんですよね。駅はあるけど。駅はあるけど。駅はあるね。鹿島スタジアム。駅はあるけど。そうそう。最寄り東京駅だもんな、あれ。もう色味。野球は関東に固まってるのがでかいけど、あ、でも逆に言えば全国の人がみんな見に行けるってことだよ。うん、J リーグは。うん、あ、まあそうです、うん。そこを、そうだよ。押さないと。そうだよ。あ、そうだね。野球との違いを比べたら。限られてるじゃん。うん、地元のチームが。九州か大阪か東京か北海道で仙台しかない。たまに地方行ってみたいな。うん、地元、そう、地元があるのは、そうだね。あ、サッカーの人かもね。地域密着型ってと、うん、リーグの違いが出た。あと、チケットはいくらなんですか野球。大体ね、外野とゴール裏が同じぐらい。でも、ちょっと野球の方が安かったです、調べたら。ちょっと安いね。そう、それで調べたんですよ。FC 東京とヤクルトで調べて。ちょっと安い。あ、ちゃんと東京で調べるし。比較対象東京で。巨人はなんか、俺が嫌いなんで。あんまり好きじゃないんで。浦和と。あの某赤いチームと似てるんで、手法が。持ってるチームは嫌いなの。百勝一揆感ですね。そうか、ヤクルト、あ、でもあんま変わんないですね。その、ヤクルトは、なんか試合によって、あ、そうだよね。巨人戦と阪神戦が高いんですよ。レベルによってなんかお金が違くて、一番安い、なんか、あれ、なんか席割りみたいなやつで、自由席が、1300円かなんかで、大人で。それで、安い時は、あの、一律2300円。そうで。1000円下がって安い。安い。きっとそれを先に落としたりするんだよね。うん。うん、そうだね。そうそう。そうなんだよ。神宮のね、ジャンボのね、ソーセージがうまい。神宮よ、グルメいいらしいっすよね。めっちゃ、あと、お利口さんも可愛い。可愛い。ああ、言う言う言う。ハマスタもいいって。ハマスタもいい。ハマスタ行ったことない。ハマスタの方がいいかもしれないな。そうそうそう。ハマスタと神宮はぜひ行かせていただきたいっていうのはある。楽しいよ、確かに。うん、行けば。ただ、シーズン被ってるからさ。確かに。平日やってるから。ああ。平日にやるから、メディアにも出るんですよ。毎日。毎日できるから、ね。毎日できるからね。組みやすいよね、その、スタッフもさ。それは言ってたね。だから、一チームにちゃんと。つくじさん、みんな土日で何十試合いられたら編集も大変だしね、うん、あの野村さんだったかな、なんかでも誰かが言ってましたね、あの土曜日、日曜日、週末に試合して月、まあ日曜、月曜のメディアに試合の結果とかが出て、うん、火、水、木、金、何するっていう、うん、何を報じてもらうかが大事みたいなこと言ってたんで、なんかその話題作りを社長がするみたいな、そうそうそう、確かに。確かに。これだけね、なんか、サッカーに対する対応悪いとか言うけど、うん、確かに報道することないもんな。そうです、そう。火曜日以降に関しては。うん、そう。本当だわ。試合以外、結果以外に何を伝えるかっていうのは。あるとしたら、日の被らない海外サッカーぐらい。うん。うん、そうそうそう。それにちょっと被って。うん。報じるものがないから、なかなか。結局、その、報道されるの、代表機関とか。だ。うん。また怒られるよ。うるさいか。せめてさ、その、地上波生中継はもっと増やしてほしいなとこあるよね、じゃあね。あ、そうね。まあでもなんか自分が。酔っ払いだったらしい。謝ってきたの。さっきのあれどこ行った？何に書いたやつ？あ、え、え、あ、これか。あ、これ、これ俺のやつです。あれ？あー、こっちか。こっち？あ、そうです。そっち、どんどん。あの、特派員から、また来た。また来た。新しい情報。忙しいな。いただけたんで。あ、や、や、師匠出たんだ。え、何本目 ?3 本目あ、出てたんだ。うん。後半15分くらいだから。これ前半だな。後半か。あ、うまっ
この前甘さとしょっぱさハーモニーこれでも亀田製菓から出る前もたくさんいろんなとこから出てましたね。そうだ、あ、うまい。あ、うめえわ。あの、柿の種で書いてた。ちょっと今日、新しい発見したんです。ブレインがいなくなったから。そう。進めなくなっちゃった。食うしかないよ、ね。解説できなくなった。で、何こんな唐突に台湾情報入れていいの後半15分くらい、ゴメスから起床。ロメロからイサオ。おぉ。あ、イサオ出たんだ。イサオ出たんだ。それ、お前のリズムだ。いや、これ。え、これだっていい？それ、後半。これでいい。後半がいいか。ゴメスから、起床。ゴメス、あ、左出たの起床。いや、だから多分変えたんだと思う。場所変えたんだ。うん。多分、ちょっとその細かいところはまだありますけど。で、ロメロからイサオ。で、葉山からノリ。で、右サイドバックのゴーソンが左に行って、で、キショウが右サイドバック。で、イサオとノリがボランチ。すげえ、イサオとノリのボランチコンビってすげえ。何それ。ノリ何なんか、中条と三条の。あ、そこダブルボランチ。超地元。いい。熱いな。足りないです。いただきます。あ、2点目、ギュンのゴールの詳細いただきました。ありがとうございます。2点目、龍馬から対角線のフィードが右にいたロニに渡り、そのまま縦に仕掛け振り切った後、中央の山崎にパスしてゴール。なんかロニがやっぱ起点、サイドに流れたのが起点になってるんだよ、2点とも。うん。ロニー。結局ロニって言っちゃってるね。ホニー。ホニーに行くのが一番早いですね。1点目、2点とも、あ、これ、特派員からの情報そのまんま喋りますね。1、2点目とも後方からの浮き球から始まってるのは芝の状態とは無関係ではない。しかし龍馬を中心にディフェンスを配送させるようなフィードの供給にはためらってなかったという試合だから、まあもうボンボン蹴ってもう全然いいっていうか、うん、スピーディー、あんまり繋ぐことに固執はしなかったってことだね。でももう最短でゴールに向かえた指示が。そうそうそう。で、本人は特に裏に欲しがる動きだしとアピールが多く、うん、龍馬がそれに素直に応じていた印象。うん、だから本人が裏に走ってくれっつったら龍馬が OK っつって出すみたいな。うん、が結構あった。優秀な特派員ですね。だいぶ僕は。大変信頼できるサッカーフリークなんで。ここは大丈夫だと思う。なるほどな。で、あ、もうまた今来た、三浦監督は試合中の指示は皆無と言っていい静観ぶり。へぇー、これでどう、あ、最初から、まあ、スーツを投げられなくていいんじゃない誰だっけ誰だっけこれでどう戦うのか指標を見定めるのは困難だと思う。まあ、今日の試合だけで見るのは確かに難しい、うんうん、一方で本人の速さはラバに劣らないもので、それを生かそうという手に出るのは自然なことにも思える。だそうです。期待しちゃうな、本人。めちゃめちゃ速いそうです、本人は。へぇー。映像見たんですけども、もう2、3人ぶっちぎれますね。いや、すごい。それができる。期待だ。ラバを超えるって言うと相当だね。本当に、サイドに流れて受けて、チャンスメイクだったり、自分で行ったりってことが、きっとできる。で、そこに龍馬とかマグがとか大野くんがどんどん蹴っていっていいと、きっと今年のビッグスワンはイライラしないでしょ、しない、うん、あのイライラ、あの前行けって言ったら多分素直に前に行きそうなチームなのかもしれないあ、うん、あんまりいいのか悪いのか、いいのか悪いのかそうなんですよね。去年培ったものは別になくす必要ないんですけどね、うん、むしろあれの上に積み上げていただきたいんですけど、うん、あれ、こんな貴重な情報を9人しか聞いてないなんて、もったいない何人いっぱいいたの、何の話してたんだっけ、課題ないか、あ、野球の話してたの、あ、そうです、
ラファよりも守備できそうみたいです。へぇ、でも、あれですね、会見のコメントも、守備も惜しみなく走るっていうのがね、うん。守備をサボったのはボランチのコースを消さなかった一度だけ。っていうコメントも。あら、どんだけサッカー見れんだよ、その。いやー、優秀。途中で功さんが左足を接触で痛め退いた、あら自分で歩いて戻ってきたけどどうなるか。へえ、苦しい情報、うん、俺らお金払った方がいいんじゃないですか、うん、もう LINE 来てここで喋全部喋ってるそのまま喋れる文章ちゃんと送ってくれてそう全部喋ってる、優秀だな、優秀だな、今度飯をおごりに行ってJ リーグの関係者が見てるかもしれない、連れて行かない怖い、何がスパイがいるかもしれない、特派員がオファーされるかもしれないあれは誰だと思うなるほど、だそうです、なるほど、事前曲か、これ何時までですか、そろそろだね、あ、そっか15分からで見たんでしたっけ、うん、よし、何の話、こんなグッズが欲しいよっていうのは、一人もツイートがなかったので、次回に持ち越しましょうか。しないと。そうだね。おしゃれなグッズが欲しいですね。まあ、ロゴを出しすぎっていうのはよく、あと、あの、普段使いできるやつ。うん。だから、マリノスが羨ましい。マリノス、あ、まあね。色はね。かわいい。しょうがない。ただ、色が大きい。ロゴさ、俺が持ってるジャンパーのほら、白黒のレディースがよく着てるやつ。あれみたいにさ、わざわざオレンジ、いや、大事だけどね。大事だけど、大事だけどダサくない。それは試合で使う用と、普段で使うときにはね、着れるように、その白とか、そういうのもバリエーションいるかなって。逆にそういうグッズをおしゃれに着こなす方法を考えた方がいいかもね。俺らがね。そんな技術がないんだよ。ほら、もうこれかっこいいじゃん。そうです、それでこれ欲しいんですよ、このゴリラもいいんだけど、うん、その気象の T シャツが、うん、実は前出すとゴリラじゃないんだよね、うん、おーになってるやつで、これももうちょっと出てもいいんじゃないか、うん、おのことやこれ、イクストララジだったんだ、そうそうそう、へえー、こんなもあったんだ、全選手分、違う、これ、そうだっけ、あの、ワールドカップ、記念グッズ、記念だ、あとね、なんか付箋とかいろいろ出てたけどさ、細かいの、あ、USB メモリーっていうのもあったね、付箋買っちゃった、USB 欲しい、買った買った、USB 欲しいな、USB 欲しい、うん、あとノート欲しい、ノート、うん、手帳、ノート、小学生が使うようなのもあるけど、アイドルじゃなくて、ジャポニカのやつ、そういうのじゃなくて、裏にシールついてるやつでしょ、アイドルじゃない、グッズは31日までみんなで考えましょう、うん、なんか、あと付箋も、サポーターが出した案の中から、その実際に作られたという人との例なので、へえ、じゃなかった、確か多分そうなんだよね、そういうこともあるので考えてみましょう、あ、スーツ付け足し、はい、台湾キャンプ情報、体力面について、うん、森くんと坊さんは控えめに言って仕上がってないという印象、控えめにしてないって、うん、だそうです、森くん遊びすぎた、どうしたえ、そういうこと、ダンスで疲れたそういうこと、大切はな、ちょっと飛びそうだしな、まあ体力はこれから仕上げていただければ、うん、逆に仕上げていただかないと、まあでももうあと1ヶ月ですよ、早っ、そうだよ、あと1ヶ月、いや、あと1ヶ月しかない、うん、今日22、1ヶ月と3日、いやー大変だ、いや1ヶ月じゃない、だって28までじゃん今月、違う、それ来月だ、1ヶ月1月だまだ1月か、あと1ヶ月だからね、まあ走り込んでくれ、まあそうです、今の時期走り込んでるから、まあそう見えてるのかもしれないし、なるほど、疲れてる、そうだ、そうです、そう思う、うん、そう思ったらいいな、などなど、はい、ということで
お疲れ様でした。あとはアルカンアビカン新年会がありまして、中島は参加できないけど、参加できないんだ、できないんだ。でももう12人ぐらい集まってるので、うん、あと定員1人か2人ですね。あ、新潟側で、ね、うん、あっち側も10何人集まるから、すごい、さすが、あれカテゴリー違ってるみたいな感じだよな。なんかカテゴリー違う方が気楽に集まれるよ、ね、なるほど、逆に、うん、ちょっとピリピリしたからね、戦わなくていい。だから5年後だったら、でも福岡今年めっちゃ強いだろう。そっか、すげえいい補強したもん。あ、てかポドルスキー神戸で見れるよ。見れるよ、だってうち2節だから。うん、あの半年で帰ってもうちはきっと見れる。うん、いいな、イルハンと同じパターンで見に行こうよ。行けるしだな。ちなみに予定は出してる？3節も無理か、さすがに。まだ先の予定が分かんない。部活もあるしね。部活か。広島こう開幕無理して行きてえなと思ったんですけど、無理だから。広島はね、ホーム開幕2万はかかるもんね。ホーム開幕戦ってどこ？シリーズ。ああ。まあ、受験終わったら行こうかなと。あ、すいません。あ。レンタルスペースさん、すいません。もうですよね。はい。はい。20時45分から予約しているものなんですが、あ、すみません、出ます。すぐ出ます。はい。嘘。初めて。出ました、出ました。あ、すみません。申し訳ないです。いや、すみません、すみません。すみません。ハプニング。ハプニングです。ごめんなさい、すみません。後々ツイートで、情報、ありがとうございました。